安いね。北海道の牛乳だって。はい、こんな感じで。カフェラテをですね、カラスにあげたんですけど、なんか美味しそうに食べてますよ、カフェラテ。セイコーマートの牛乳ですからね。美味しいのかな？美味しいもん実際これね。ねえ。これがですね、噂に聞いた、北海道の鮭釣りですね。この風景を見てみたかったんですよね。今からはもっと向こうの方に行って、実際に私も投げてみようと思います。やったー、見れた。巨大なルアーで釣りますよ。セイコーマートのカツカレーです。多分美味しいでしょう。うわ、来た、みんな来た。おい、すごい。おーい、みんな親子だね。わ、みんな来た。すごい。おーおー、すごい。今、タマリという町を通過してコロマンガンを、目指しています。今日はどうも魚いないみたいですね。今ずいぶん見ましたけど、魚の影はありません。多分あの向こうに見えるのがえりも岬だと思います。今回はもう時間切れなんで、ここから引き返します。残念ですが、次回もっと奥を目指したいと思います。今回の旅はここ、サマニですかで、終わりです。えりも岬まではちょっと時間が足りなくて行けなかったですね。まあ、また次回、もっと奥の方に行けるように頑張りたいと思います。今回はですね、もうたくさんの人と知り合って、いろんな話をして、いろんなことを教えてもらって、でまあいろんなところに行ってみたり、することができました。皆さん本当にありがとうございます。おかげでもう素晴らしい旅になりました。じゃあまたお会いできる時まで、さようなら。今この辺でですね、ライズが見えましたね。まあ小さい魚っぽかったですけどね、どんな魚かわかんないけど、今ちょっと跳ねるのが見えました。ここはえりも町の、なんだっけ、ホームセンター。ホームセンターの入り口にこれだけ酒用の道具が置いてある。これホームセンターの入り口ですからね。すごいですね。全部揃ってます。竿は、ごっつい竿が置いてありますよ。なんかね、大ズワイガニらしいですね。話題の。